それではもう少し、大戦の評価というか大戦の、まあ、世界的にも日本でもどういうふうに見られているのかなということにつきまして、まあ、日本で見た視点あるいは世界的に見た視点とか、専門家の目で見た視点ということでお話を伺いたいと思います。それでは、モンベルの正木社長さんの方からお願いいたします。はい、モンベルの正木でございます。平素は皆様方いろいろお世話になりまして本当にありがとうございます。私の方からは、今日はちょっと大山の地元ではなくちょっと離れたところから見た魅力っていうんですか、そういったことをちょっとお話しできればというふうに思います。私は実は大阪に住んでおりまして、会社も実は大阪にございます。関西からの大山とこういうふうな形になると思うんですけど、まあ、初めて私が訪れたのは50年前ぐらい、ちょうど中学校2年生か1年生ぐらいの時だったと思うんですけど、その時はちょうど夏山登山道で、上まで登ったと。それがまあきっかけになりまして、山登りの道に進みまして、本格的に山登りをするというふうなことをになりました。その中で、そういった中で、トレーニングの場所として大山というのはよく来てたんです。20歳ぐらいの時から30代ぐらいまで、本当に四季を続いてというよりもほとんど冬なんですけども、それはなぜかっていいますと、大山の魅力っていうのは、まあ、非常に、当時から危険な山だということで、特に冬は海まで頂上から海まで10キロ足らずということで、1700メートルで、なおかつ北川ですので、北川の壁がちょうど本当に壁になりまして、雪が大雪が降るというふうなことで、まあ、こういった山っていうのは本当に世界的にも少ないんじゃないかなというふうに思います。そういった中で、私ども山登りする人間にとって魅力っていうのはその雪と氷の世界だったんですね。それが北川の壁なんですけども、もう今ほとんど聞くところによると登る人いないっていうことなんですけど、その当時はたくさんクライマーが冬に集まってました。元谷小屋では必ず何パーティーもグループが露営しているというような時期がございまして、夏は登れないんですね。まあ、ご存知の通り、非常にもろくて、ガラガラなんですけども、冬は凍りついて、要するに登る対象になるということで、まあ、それでもそういった天候が急変するとかといったことで非常に危険な山だと、東の谷川、西の大山というふうに言われるぐらい非常に死人の多い山でした。実は私の友人もこのお山で2人、亡くなっております。それはやっぱり、急変した天候にどうしようもなく凍死してしまったというのが当時だったんですけど、そういう意味ではアルピニズムの中での大山の意味っていうのは我々非常に評価してましたし、ヨーロッパに例えばヨーロッパに本当に登りに行くという前には大山に来るということで、大山の北川の壁を冬の寒いところで登ったり、北川の沢ですね、北壁の中にある沢をピッケルとアイゼンで登ると、まあ、なだれの中を登るような感じにもなるんですけど、なだれも多かったんですけども、なんとかそういったことをやりながら、まあ、技術をアップしていったというふうなのが私の大山の原点なんですけども、実は大山の面白みっていうのは そういうところにしか若い時にっていうのはほとんど見えなかったんですけれども、年をいくにつれてそういった厳しい山登りというのはだんだん遠ざかってきますので、当然緑の目に優しい部分というのがだんだん目についてくると。例えば先ほど写真でありましたブナリン、まあ、ブナリン以前にこのこっから下の大きな裾野のあれ森は何 の, はあの林なんでしょう。赤松ですとか、はい、
はい、あ、奈良の林が多いですね。それがものすごく綺麗なと。で、山登り、そういうその、危険な山登りだけじゃなしに、そういう中をこう走ると、私ランニングもよくするんですけども、走ったり、その中を自転車でこうどうですか、巡ると、道を巡るというふうな魅力に最近取りつかれまして、大山でも行われている C2 サミットというイベントをモンベルが主催してやってるんですけども、海景大山、海景から、大山まで、海景の海で、カヤック乗りまして、海景の海岸から自転車でこの大山地まで来まして、そこから、ハイクで頂上まで上がると、そういうイベントをやってるんですけど、それにも選手としても私参加させていただいて、その周り の, その自然の豊かさっていうんですか、そういったものが非常にこう目につくと、目に残ると。特に最初にやった時は5月でしたね、5月か6月だったんですけれども、その時はアカシアの木がたくさんありますよね。白い花、花の房の花が咲く、自転車でずっとこう上がってたんですけど、アカシアの木がものすごく多いのでびっくりしました。まあ、こういうところで水鉢を買えば蜂蜜ができるんかなというふうに思ったりもしながら、ずっと走ってる、競技じゃないんですけれども、そういったことを考えながら、非常に自然の多いところだなと。で、そういう魅力に今は非常に、そういう魅力を感じているということが最近の第三の私 の, 感覚です。それともう一つ、この下にも私どもの店ございますけれども、これは大山町さん、鳥取県さんといろいろご協力いただきまして、なんとかオープン2年前、3年前にオープンすることができまして、まあ、なんとか私どもこの下で営業させていただいてますし、そのもう一つ大山の魅力、ここにモンベルがあるから来るという方もおいでになるというふうに店の人間からも聞いておりますので、そういったことを、まあ、今後 もう少し充実できたらというふうに思っております。どうもありがとうございました。今社長さんの方からお話がありました、C2 サミットにつきましては、実はこのエコツーリズムの国際大会のパンフレットの裏側に、上の方に内容が載ってます。ただ、今年の10月の19、20の開催分につきましては、もうすでに、参加者がもう、目標に達して、この C2 サミットというのは、あくまで環境イベントということで、100組だけということに限定させていただいてますね。決しておそらく人を集めるだけだったらたくさん、もっとたくさん来るんですけれども、やっぱり環境に優しいイベントにしたいということで100組だけということで、今年は、もうすでに満杯になったということですので、ぜひ応援に、これに参加しなくても、一緒に横に、横で登るとか横で自転車を漕ぐというのはもう全然問題ないですから、ぜひ、一緒に参加していただいたらいいんじゃないかなと思います。一つ の, 付き合い方なんですけど、環境に優しい、スポーツイベントという付き合い方ということでございます。今、正木社長さんが私おっしゃいまして、初めて聞いた言葉だったんですが、目に優しい大山という、この言葉をちょっと初めて、聞きました。これまで緑が豊かなだとか、そういう言葉はありましたけども、これだとアクティブに ならなくても楽しめるということがありまして、新しい言葉を仕入れたなと今思ったところでございます。